どうもです。私はですね、今関西空港の第一ターミナルに来ております。それで今回なんですけども、マレーシア航空でね、こちらの関西空港からマレーシアクアラルンプールに向かう予定でございまして、もちろんまあ飛行機レビューというところもお届けしようとですね思ってるんですけども、今回はねそれがメインではなくてですね、ちょっととあるご家族、まあ、中村さんご家族、カンボジア在住の、まあ、あの知り合いがいるんですけれども、その方とね一緒に行く予定でございまして、そのご家族なんですけれども、なんとね赤ちゃんがいるんですよね。それで今回なんですけれども、まあ、赤ちゃんとね一緒にフライト飛行機乗ったらどうなるのっていうところをねちょっとレビューしてみたいなというふうに考えております。これ何気に気になる方多いですよね。まあ、実際にねご家族に赤ちゃんいるよとかね、いたよとかね、そんな方であれば分かると思うんですけど、私まあ、 あの子供おりませんので、あの全然分かんないんですよね。なんかそこら辺をね、まあ、今回レビューできればなというふうに思っております。というわけで、まもなくしたら仲間さんご一家が到着とすると思いますので合流してみたいと思います。ちなみに今7時半でございまして、今回のフライトは9時55分出発でございます。はい、ではもうちょっとここで待っておきたいと思います。中村さんご一家と合流することができました。今回は日向くんと、まあ、一緒にマレーシアクアラルンプールまで行くということで、すいません本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひとも今までの経験とかも交えて、こうしたらいいよとかああしたらいいよっていうのを ね私も結婚はしてるんですけど子供はいないんで、はい、まあ、これからできた時とか、まあ、そういった時になんかアドバイスとかいただければ非常に嬉しいです。というわけで、じゃあ今からあのチェックインするんですけども、今回、まあ、あのバシネットっていう、初めて私その言葉を知ったんですけど、バシネットっていう、はい、子供ができるまで私も知りません。そうですよね、あのベッドです赤ちゃんの、あそこを今回予約することはできてるんですかね、多分思います。はい、というわけで思いますということなんで、そこからもう戦いが始まってるわけですよね。そうなんですよね。そこが取れるか取れないかっていうところが重要となってくるので、まあ、とりあえず今からチェックインしてみたいと思います。では日向くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひなたくんは何歳ですか？1歳と3ヶ月。あ、はい、あ、そうなんですね。あ、もうでも1歳と3ヶ月、もうこんなだけしっかりあるんですね。そうですね、結構大きくなっちゃうので、すごいですね、生命力っていうのはね。すごいですよね。もう入り口のところで預けるから。あ、そちらも大丈夫です。あ、大丈夫です。じゃあこのままでお願いします。はい、スペシャルミールって、機内で渡してってことですか？あ、ベビーミール。あ、それを渡せば。初めて見ました。そういったのがあるんですね。フォアサイド、まあ、それは多分壊れても、ね、責任取らないでしょうっていうやつでサインですね。今からあの出国するわけでございます。結構チェックインとか時間でもかかりますね。ベビーカーとかいろいろあると、だからちょっと早めに3時間前とかにもした方がいいかもしれないですね。というわけで、じゃあ今からもう日本を出国いたします。日本へ出国いたしました。いやーでもね、いろいろ発見もありますね。例えば赤ちゃんのね飲み物、こちらね100ミリ超えてもそれは問題ないみたいですね。国内線と一緒でこう匂い嗅いでね、まあ、それでまあ問題なければ OK ということで、あ、意外とそうなんだみたいな感じで、まあ、赤ちゃんのやつに関してはドリンクに関してはそこ100ミリっていう制限はないらしいですね、国際線でも。それはちょっと驚きでしたね。それでまあこうやってね、なんか階段とかあるのであればもう必ずベビーカー持ってたら、ね、エレベーター探さないといけない。これもね、私普段こういろいろ飛行機とか、まあ、空港とか利用して全然気づかなかったですけどもね、そういったところがなんかすごい重要になってくるんですね。そこはちょっとびっくりしました。それでまあね、今私1人でいるんですけども、というのも出国もまあ日本であれば、あの15日ゲートっていうのは日本人のパスポートであれば使うことができるんですけど、ベビーカー持ってたらもう友人ところ、まあ、多分スペースがないからでしょうね、はい、使わないといけないということなので、私の方が先に出てきたということで、まあ、今からちょっとまた中村さんご一家と合流する形になるんですけども、飛行機の中入ったらどんだけね、なんかいろいろまたあるんだってちょっとね思いますね。というわけで、もうちょっとここで待ってゲートの前に、ね、向かいたいと思います。やっぱり子供がいるということで、キッズスペースっていうところも空港では大事な場所となってきますね。まあ、ここにいれば、まあ、子供だけじゃなくてお母さんお父さんも、まあ、休むことができるっていうのがいいですね。子供は国関係なくコミュニケーション取ろうとしますね。まあ、大人よりよっぽどグローバルですね、そういった意味では。結構キッズスペースって海外とかもありますかね？そう、結構どの国もありますからね。まあ、ここまでガッツリしてなかった。あ、ってことですね。結構ここで遊んだりしたら飛行機で寝てくれたりとかもするんですかね？そうなんですよ。あ、結構これが結構ってことですか。妻に言われるのはそこなんですよ、ね、あ、では寝かしたいから、ね、まあ元気に遊ばせろということらしいです。はい、見えないですけど、今回のマレーシア航空があちらになりますね。 A3 のラッシュ900ということで、ちょうどね、あのキッズスペースの奥に今回あったんで、すごいラッキーでしたね。はい、あの13番からもうね、あの搭乗開始ということで、もう始まってますね。というわけで今からちょっと飛行機の中に
一緒に入りたいと思います。赤ちゃんがいますと優先レーンを使えるということで、今回じゃあ使わせてもらいましょうか。中野さんご夫婦は意外とこう後から入ることが多いみたいですね。というのも先に入っても赤ちゃんが泣いちゃったり日向くんがねするようでございまして、もうちょっと大きくなれば先に入った方がいいかもしれないですけど、というわけで私も一緒にあの飛行機の中に入らせていただこうかと思います。スタッフの方が親切にベビーカーとかを片付けてくれるんで、持って行ったりくれたりとか、そういったのはすごいあの親切でいいですね。ありがとうございます。はい、はい、どうも。CA さんもいいこと笑います。親切ですね。じゃあちょっとこちら別々。Just a reminder, if the oxygen mask is not, remember to secure yourself before the baby. And toilet to change your diaper. 子供用のシートベルトでございます。あ、なるんですね。お、そういったのもあって。ここにベルトを、私のベルトを通して。あ、ってことですね。あ、考えるみたいなあれですけども。今回は日向くんがいるということで、まあ、ここの席を、まあ、あの予約して、私もたまたまここの席が空いてたんで、まあ、予約したというふうになります。まあ、それで、こんなに固定されてるところもあったりとか、上げれるところもあったりとか、マレーシア航空だけだと思うんですけど、まあ、そういったところもあるので、まあ、ちょっとこういったところになると、夫婦とか乗る場合は気をつけた方がいいですね。LINE のキャラクターと似ます。LINE ではないですね。これ LINE ではない。ない。マレーシアチャラ。マレーシアの。これは、あ、マレードラ、マレーグマ。マレーグマなのかな。よだれかけですよね。よだれかけですね。はい、あ、こんなのもいただきました。こんなのもらいました。まあ、こういったのはすごい優しいですよね。航空会社で子供に対して。どこももらえるね、これは。お皿で乗ってるのに申し訳ない感じ。ちなみに運賃っていうのは今回まあ日向くん1歳ちょっとということなんですけど、どうなんですか。年サーチャージと40何ドル。年サーチャージがかかるんですね。無料って言っても。かかってた。携帯見れば。ってことででも40ドルぐらいであのまあ乗れるっていう、まあただですよ、航空券代ってことです。何歳までただなんでしょう。2歳とか。2歳までですね。2歳になるともう席を用意しないといけないとか。ここでは許されるってことですね。まあ、では結構聞くのが2歳超えたらあんまり旅行連れていかないとか、ね。行けない。だから2歳までが勝負だよね。どれだけ行ける。っていうことなので、はい、ちょっと皆さんお気をつけください。はい。2歳までは子連れで旅は。おすすめってことです。僕ら言われたんだよね。あ、ってことですね。ね、めちゃめちゃもう平田君乗ってますよね。そうですね。20回弱ぐらい乗ってるかもしれない。羨ましい。羨ましいですね。まあ、でもこうなんかまだこの年だとこう飛行機になんか興味を示したりとかそんなことは飛行機自体にはないかもね。まだない。これからってことで。これから興味ない。わかりました。間もなくもう出発です。こんな感じで。あ、別の飛行機。ということですね。はい、閉めてもう寝ちゃってますね。シートベルト着用サインが決まって、これがバシネットというやつですね。はい、これにまあ赤ちゃん、意外とちっちゃいですね。今つけてもらってるんですけども、そう、これなんかこうね、テーブルみたいにこうやるのかと思ったら意外とそうでもなくて、こんな風にがっしりとしたやつがこうつけられるということで、おお、CA さんが何でもやってくれます。ブランケットもう本当にベッドができましたね。子供はファーストクラスですね。これはもう完全に、あ、こういう風に枕もですね。シートベルト着用サインは子供を刺すことができないということらしいです。はい、というわけで今はついてないので寝ることはできますね。日向くんは今寝ていますので、ちょうどベッドに
ですけども、結構でもスペースはやっぱ前方座席ということもありますね。あれは自分で持ってきたやつですね。ひなた君結構もう大きいですね。あ、ちょっとギリギリっていう風に聞いてたんですけども、ちっちゃいですね。もう足がはみ出ちゃうレベルですね。あ、こういう風に締めることもできるんですね。締めないと怒られます。あ、締めたら怒られるんですね。あ、まあ、飛び出ないようにってことですよね。だからシートベルトで。あ、そういうことですよね。でもシートベルト着用されないつけたら下ろせる。厳しいですね。厳しいやからね。意外に使えないってことですね。なるほど。11キロまでですね。はい。こういうふうに書いてますね。なるほど。それで結構航空会社によって高さもなんか違うということで、ANA とか結構なんか機種の方なのですかね。あ、ちょっと怖いですね。そしたらこれぐらいだったらまあ安心かなっていうんですかね。ぐっすり寝てるようで良かったですね。日向くんはよく寝てます。それで機内食の提供も始まりました。機内食なんですけど、お母さんから先に、まあ、こうやって配慮してくれるらしい。先にまあ食べて後で子供の機内食提供してねっていうので、はい、こんな風な考慮もしてくれない。すごいですね。もうここまで細かいのがサービスがまあ提供されてるのは正直思ってもらわせんでした。ベイビーミルク、あ、もうでもあの日本のやつですね。やっぱり日本出発だけあって、はい、こんな風なのはいただけます。すごいですね。今回は、まあ、あのカレーと日本食、魚ということで、まあ、日本食にしてみました。もう沖縄ぐらいですかね。はい、まあ、大体出て1時間半とかそれぐらいだと思うんですけど、まあ、今日はかなりコンディションがいいらしく、朝早くも起きたということもありましてか、で全然寝てるみたいです。今回のまあ便なんですけども、5ヶ月からということで、まあ、もう1歳3ヶ月ということで、ちょっとまあこれちっちゃすぎるということなんで、まあ、パンにつけてまあ食べてもらえればまあなんか一番いいのかなって。このままだと正直ちょっとお母さん的には微妙というふうに言っておりましたね。まあ、それ今まあ寝てるんですけども、まあ、起きたらまあ、ね、あのあげようかとか、そういうことで、まあね、無理に起こして食べるっていうところじゃなくて、なんかそういった風にやってるみたいですね。まあ、それはそうですよね。できるだけ寝てほしいですからね、飛行機の中では。はい、というわけでまだぐっすりと眠ってる日向くんでございます。まあ、こんな感じで配られた食事は小さすぎる赤ちゃん用ということで、ちょっとこうオリジナルで、まあ、用意して、まあ、まだ寝てるんですけども、まあ、いつでも食べれるように待機中です。まあ、こんなことも考えないとちょっといけないなというふうに思いましたね。てっきり赤ちゃんの食事を食べさせればいいと思ったんですけど、お母さんお母さんでこう試行錯誤してるみたいです。トイレにやってまいりました。まあ、食事食べるとあとはちょっとね、電気も暗くなって寝るだけかなっていうような感じでございますけど、トイレはこんな風にちょっと割れてたりしますけども、でもあれですね、 A350-900 ということでかなり快適な感じがしますね。それでも赤ちゃんなんですけども、もう本当に、ね、よく寝てくれて、今回はすごいおとなしいっていう風に、ね、お父さんお母さんもまあおっしゃってましたけれども、まあいろいろこう聞いてみたらね、こう例えば今回バシネットあそこの席取ったんですけども、多分前の席にもバシネットあって、飛行機によってはこう両サイドの席、窓側とかそういったところにもあるところもまああるということで、まあ機種によってだいぶ変わってくると、航空会社によってもですかね。でバシネット取れないことはあったかっていうふうに今まで質問したんですけども、まあ今まではあんまりなかったって言って、なんだかんだ言ってこう電話で予約したりとか、チェックインカウンターであるとか、それ言えば、まあ、赤ちゃんいれば、ね、あのちゃんで、ね、用意してくれたよみたいな感じで言っておりまして、バシネット用意された場合でもずっと赤ちゃんが起きてると、結局抱っこしながらこう機内食食べさせて、自分の機内食食べないといけないとかね、結構辛いっていう風に言ってました。だから今日はもう本当に機内食食べてる時は、まあ、赤ちゃん寝ておりましたら全然そういった意味では楽だなっていう風にね、あの言っておりましたね。それで LCC にもね、あの聞いてみたら、あのバシネットっていうところは実はなんかあるらしくて、まあ別に LCC でも、まあ、似たようなマレーシア航空と変わらないサービスをまあ提供してくれてるよっていうふうに言っておりました。なんか調べたところ、LCC だとないところもあるみたいですけどもね、私も今まで飛行機乗ってましたけど、そんなところ全く見てなかったんですけど、実際話聞いてみると、まあ、いろいろ分かってきますね。あと2時間ぐらいのところで、まあ、今までよく寝てたんですけど、起きちゃいましたね。はい、というわけで今からご飯を食べさせるようです。こんな感じです。まあ、必ずしも食べるわけではなく、なかなか難しいですね。どうでしょうか、ひなたちゃんは今回はお腹が空いてるでしょうか。
今食べてますね。あ、でも泣かないで偉いですね、ほとんど。はい、ではパンにつけて先ほどいただいた。あ、食べてますね。いや、でも好き嫌いはやっぱりはっきり分かるんで難しいですね。ではないですね。あとまあ2時間ぐらい到着なんですが、結構でも赤ちゃんって食べるんですね。それはちょっとびっくりしました。1歳ちょっととかでもね。今回なんですけども、赤ちゃんっていうのはもうこの中村さんご一家だけですかね。他は見ないですね。クアラルンプールとか行く路線であればこんな感じなのかなっていうふうに思いますね。ハワイとかね、沖縄とかであればもちろんもっともっと多いと思うんですけど、2回目の軽食ですからね。スーパーカップとマフィンということで、これタイ航空でもなんか似たような組み合わせで ありましたけども、まあ、この東南アジアは食事1回とこういったアイスプラスアルファっていうのが多いですかね。あと1時間ぐらいしたらもう到着ですね。まあ最初はどうなるかと思うんですが、意外とでもなかなかでびっくりですね、ひなたちゃん。それでまあこう今トイレ来てるんですけども、おむつ替えることはしてないと思うんですけど、こういうふうにこういったのもありますので、ここでまあ変えることができるということで、まあ、一部飛行機なんか ANA のフライングホールとか多目的ルームっていうので、まあ、トイレもなくてこういったなんかおしめ変えたりとか、まあ、そういったところもあったりしますけど、まあ、それはかなり稀で、大体まあトイレの中にこういったおむつ替えの台があるって感じですかね。ではまた座席に戻ります。はい、CA さんもすごいフレンドリーで、これだと心強いですね。まもなくしたら到着です。今回に関しては日本人の客室乗務員の方がいなかったので、マレーシア航空だといる場合もありますけどね、今回いなかったので、まあ、そういった風に外資系だとあるので。まあ、細かいところを聞きたいのであれば、まあ、日本人であれば、ね、日系に乗った方が、まあ、そういった点ではいいのかなというふうに思ったりもしますね。こういった薬もする場合あるんで、まあ、こういった時は子供の口とか塞いだ方がいいかもしれないですね。大人でも臭いです。というわけで着陸前にやっぱりあれは回収されるということで、まあ飛行機がね揺れたら全然ね、もうずっとシートベルト着用サインで使えなかったっていうパターンもあったらしいんですけども、今回はほとんどシートベルト着用サインっていうところはつかなかったんで、全然ベッドで寝ることもできてましたね。Thank you for flying Malaysia Airlines, member One World Alliance. We look forward to seeing you again soon. Have a pleasant day. クアラルンプール国際空港に到着いたしました。こういったところでちょっとベビーカーというのはまだ使うことができないので、そういった意味ではちょっとまだお母さんとか大変ですね。今回 A350 っていう最新鋭の機種だったから、もう気圧調整もうまくできたかったからか、全然そういったので泣くこともなく、とても快適だと思います。結構待たないといけないですね。あ、すぐあるわけではないんですね。すぐは ある時もあるんですけど、あ、ってことですね。結構ひたすらますってことですね。はい、それでは持ってきてくれました。マレーシアクアラルンプールに到着いたしました。いや、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。これからプノンペンに、向かわれると、そうですね、一泊マレーシアで、ね、してってことですね、はい、いや、なかなか大変だと思うんですけども、はい、日向くんはあれですね、すごい泣かない子ですね、はい、今日は特によく出てた旅慣れてるね、そうですね。そう、思った以上に泣かなくてちょっとびっくりしたんですけど、ぜひともね、これからお子さんと乗られる方とかね、そういった方々の参考になれば非常に嬉しい。なんかアドバイスとかあったりしますか？いやー、でも2歳でね、旅するなら意外にこの父
ていうのはってことですね。あるんじゃないかなと思います。緊急の保険だけ気をつけて。ってことですね。はい、というわけでアドバイスもいただきまして本当にありがとうございました。中村さん、YouTube も、まあ、始めるということで。そうですね、これからスタートします。はい、はい、ということで、そのぜひチャンネルも貼っておきますので、はい、カンボジア の, そのキャラクター、はい、そプノンペンのそうです、ね、キャラクターをまあ使われて、まあ、アニメーションという形でやられそうな、はい、ぜひとも興味ある方はチェックしてみてください。はい、またちょっとご覧させてください。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。それではこんな感じで終わります。バイバーイ。